こんにちは、隠居5年目速稼塾の久保です。いやー、仙人さん、今日メッセージありがとうございます。なんか YouTube の方も公開限定だったんで、私も内緒にしておきますけども、結構いい内容ですよね。うん、さすがだと思います。こちらの方でもね、例のプロジェクトは進めてるんですよ。ぜひね、成功させてください。これ結構継続的なプロジェクトになるんじゃないですかね。 IT なんちゃらかんちゃら、ね、で、今回整骨院を泊まれている新見市の、新見市っていうのがすごいですね。で、 YouTube のセミナーを頼まれているということですよね。ぜひね、山根さんの動画も紹介しちゃってください。で、広島の宇宙カフェのオーナーっていうのもすごいですね。響さんでしょ。なんかちょっと聞いたことあるな、これ。会ったことあったかな、私ね。またなんか後日談よろしくお願いします。いや、なんか対談もしてみたいですね。あの仙人と隠居といかがですかね。で、イベントは緊急事態宣言で中止ということで、まあいろいろとごたごたしそうですけども、大山の別荘で行うことになりそうということで、まあ災い転じて神となす、いいんじゃないですかね。はい。で、山根さんもいろいろと登場する機会があるみたいで、本当に嬉しく思います。ぜひこの縁をね、大切に、山陰の縁を全国に広げちゃってください。はい、では私からも隠居パワーを送ります。ビビビビビビビ、またお願いします。